おはようございます。ニバニリガロバドス。これはちょっとやめられへん。このままじゃやめられへんぞ。もう一回やらしてもらうか。で、どっからやったらいいんかな？14から？いや、途中からできんのかな？ここの選択肢。もうすぐ返します。あれ、ちょっと待った。OK。最高。公園行くか。いや、ディズニーランド行こう。あ、違う、ディズニーランドじゃない。失礼しました。さあ、すぐ返事返していく。OK、最高。Love forever。OK、ちょっと、返事の速さ大切にしていこう。どの時でもその場で踊り出すやつがインターネットか、最高。雑って。それな。いや、こういうの大切。これ、ちょ、ほら、そう喜んでる。ん？それだって使うやつ一番割と通る。Love forever。 Yeah, love, love, what is love? って感じになるのかな。陰謀論行く。もう一回陰謀論行こう。陰謀論あげ。じゃあ陰謀論で俺は食べていこうと思うんで。陰謀論系 YouTuber としてね。俺じゃねえ、私か。俺はモデレーターとしてこの子をサポートしていく。ナポレオンってあれ、さっきと同じでいいや。ここはいい。早口をたく。風神雷。早いな。財閥って何？こんなバカは消しましょう。はい。格差って怖いよ。ちょっと書いてみるか。俺も動いてるよ。ああ。今度はさっきの世界の、新世界の神がどうだらっていうのはもうカット。これは拾いません。カメラ見るね。ナポレオンを主役にした最高の漫画とは、ちなみに何やろね。ナポレオン、なんかありそうっちゃありそうだね。何個も。何種も。ことは言わんか。私たちは戦わなければならないのだ。焦点、おつぽよ。OK。人口9割減らしたら、これは全然おらんくなると思うけど。大丈夫？Love forever. Love forever. どう？次やったらブロックします。何？自分でやれ言うたのに。予定ではもうフォロワー数10万人突破記念の銀盾でもらえているはずなんだけど、ちょっと行ってないっすね。まあ、まだまだアメちゃんの顔のやつが世界に届いてないのか。落ち込んでたって仕方ない。これからが大事なんだし、頑張っていこう。頑張っていこう。確かに死んでしまう。15日やろ？こんなに、ん？カップルチャンネル。最高かでいくか。最高祭り。どうですか？あれ？なんでお前すぐ返さへんの？ちょ、おかしいやろ。どっちも、俺も早く返す。どっちも早く返さな。いいや。エゴサ？新ネタ、やっぱ掲示板で探していくか。好感度下がるんや。ストレス溜まるか。うわ、夏、未来人からの書き込みって昔あったな。それな。こういうネタ集めのオカルト話ですぐ嘘扱いされる現代だと無理だね。みんなノリが良かったんだな。ぬくもりを感じる。ちなみにアメちゃんとピア、未来の果てでも永久に一緒、最高。未来からの書き込み、行くか。ちょっとオカルト系で。OK。
ご褒美、ご褒美パンチ。あ、どうす。そういう感じで、この、マネージャーとしての P も、立ち位置がいまいち、こう、どうすかなぁ。コミュニケーション、ストレス。ゲームちょっと下手くそなまま、まあ、まあ、いいんやけど、どうなんやろね。夜配信逃しちゃうけどって。夜になるまで、ああ、そういうことか。コミュニケーションを図っていく。好きだよ。闇であり闇。現実の適応度が変わる。こっちからどんどん送っていった方がいいのか、もしかして。そういうことを。既読する。前は。なんか来たな。女性声優がオタクをいじるつぶやきしてるの好き。俺を、声優界隈はちょっとよくわからへんけど。そういうのがあるの。最高か。最高でこう。いじるのも含めて最高ってね。雑だな。ストレス。寝るめっちゃ持ち上がるやんな。はい、ちょっとストレスがあんまり上がらんやつがいっちゃいいけど。あ、これ一回使ったやつはもう、使えないってことか。あ、雑談黒歴史。コミュ力ボーナスとか。あんまりストレスにはならなさそうやが。お金もらって物宣伝。新発売いっか。案件。企業案件。あまり企業寄りになるとつまらなくなる。あ、まあ確かにそれ結構聞くけどね。そうか。どうなる。そうなんかな。よろがよろまいが面白いのは面白い気するけど。まあでもそうか、ある程度制約あるやろしね。なにこれ。こんなんあかんな。最高の PR。 ただまあ、まあこう言われたらじゃあ実際どんなもんか飲んでみようかと思う。飲んだらまあまあまあいけんなわけやね。きっかけになるようだったらいいかもしれない。炎上深い。まあまあいいんちゃう。そうそうそう、逆に買いたくなったってね。最初さ、興味持ってもらうって PR ってすごい大切で、要は広告って最初にどんだけ、最初に1回目どんだけの人に触れてもらうか、飲んでもらうか、触ってもらうか、食べてもらうかなんで、まあまあ全然いいんじゃないかな。試しに、ものは試しにってあるからね。そこでまあ2回目以降はその商品自体のね、もの次第なんで、いいんじゃないかろうか。やまり美味しすぎて逆に吹き出しちゃいました。逆にその最高なコーラ納豆味全国のコンビニに置いてますと。彼氏がお前より商店ちゃんの方が可愛いって言ってた。つらやばこれはちょっと、これちょっと、ちょっとこれ消しといた、やめといた方がいいけど、こういうの良くないと思うな。あんまりちょっと返事が来てないとかメッセージ来てないけど、俺送っとかなあかんのかな。ストレスちょっと溜まってんな。ウェブカメ、再起動とか、ほん、あ、ちょっと。どうする?返事返ってこねえ。別にどう?いい。それでいいね。私ってこのまま生きていていいのかな?大丈夫だよ。ストレス?え?どういうこと?本当にみんなから必要されてるのかな?誰でもいいんじゃないか。私じゃなくてもいいんじゃないか。え、これ死んだことならダメっしょ。いや、本当に私が、え、本当に私だから好きなの。当たり前、そっか、そうだよね。みんな私のどこが好きなのかな。全部。私みたいな欠陥品を全部好きな人なんて。
顔。生きて。俺のために生きて。ああ、すられるとつらい生きる。ああ、そうそう。そう精神的に参っている人に生きるとか生きてとかそういうことを言うのは良くないってね。ああ、まあまあ。まあ、そうなんかもしれんけどね。大好き。本当に好き好き大好き。好き好き大好き。本当、これにしとこうか。本当つけとくか。私のピノコで好き好き大好き。これでいこう。アメちゃんってどうすればいいですか？自殺？ゲームの中の世界でもさ、ちょっと俺にはできひんよな。インターネット戦場でいいよ。はい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 。はい。頑張ろう。はい、頑張りましょう。あ、やべ。アメちゃん最高系。え、P、私の代わりに掲示板で頂点じゃん。私の代わりに掲示板で頂点ちゃんを褒める文章を、背景。違う。ここは、ここが掲示板、孫に教えてもらい、初めての投稿です。初めての投稿になります。私は86歳の男性なんですが、昨年妻を病に亡くしてしまいました。そんな中、水星のように、あ、これちょっとダメ。そのような中、突如水星のように現れたこの女神、この女神にこそが新たな、いや、現れた女神でしょ。こいつ、こいつじゃねえ、誰やっけ、アメちゃん、アメちゃん、エンジェルさんです。これからも頑張ってください。応援しています。施設か、しながら長文だ分、文だ分、失礼した。それでは See you next week。 はい、これでいきましょう。さっきするに孫に教えてもらう初めての投稿になります。孫に教えてもらう初めての投稿になります。私は86歳の男性なのですが、昨年妻を病で亡くしてしまいました。そのような中、突如彗星のように現れた女神、その女神こそがエンジェルさんです。これからも頑張ってください。応援しています。長文だけを失礼しました。それでは See you next week って書いたから、みんな長文ちゃん見てくれ。多分ならんやろ。ラブコエバトゥーって、はい、もう、むちゃくちゃ。動画見よう。新怪獣映画見た。時がいっぱい壊されて、とても怖かった。頂点ちゃんの家の近くは無事だった。特定されるから。彼氏がお前にハマったせいで変わってくれなくなった。あ、これはちょっと良くないな。頂点ちゃんハマったが上がるし、すまんな。俺が操作してる。頂点ちゃんの配信とかでやる気はいてきた。受験合格してみせる。こんなん見てたら絶対厳しい気するけど。ちょ、勉強する時間を増やしてもらってね。今日も今日って陰謀論の話をしちゃうかな。何しろ手がいいから。私ちょっと怖いんだ。陰謀論の話ばかりしてるうち、私も向こう側に行くんじゃない。もう結構行ってっけどね。マイクロチップの話、よく年ですと話する芸能人が、はい、マイクロチップ入れましたよねって言われた時に、それは絶対言っちゃいけないことなんです。大真面目にぶち切れた話は何ですか。それは脚本っぽいけどね。それは脚本です。今日心の病院の日だったけど忘れちゃった。ごめん、謝っとこう。ごめん、
からのラブフォーエバー。歌持ってないでしょ。ごめん。グーン許す、最高。もうスタンプだけで、ピン最高は軽いんだよな、ピン。出かけるか。いいよ、今日は配信なしです。遊びに行こうね。池袋おしゃれカフェ巡り。30日で、あれ100万人やっけ？絶対無理じゃない？ 10 万人やっけ？なるほど、分かってんじゃん。最近私頑張ってね。頑張ってるでしょ。頭、あ、あれでもいい。OK。OK。遊ぶ。闇度が上がっていくんか。はい。商店ちゃん、いつか恋人ができたら遊園地行きたい。二人絶叫したいアイス食べたり、カーナラシ乗ったり、それで夜に乗ったら手をつないで。その恋人はもう君たちの中の誰かになるかもしれない。ねえ、スパチャしたのに名前は知らないわ、その日もあるわ。インターネットエンジェルとか自称するただの痛い女、これ以上インターネットに恥さない。これは消しとかなあかんな。またピと仲良くしたらめちゃくちゃ盛り上がっちゃった。まさか4回すんな。好感度これ上がりすぎたら、好感度上がりすぎたら良くない。オッケー。じゃあ。たまには私がやろうって思ってるのにいつも選択マックスしちゃってごめん。やる気あるんだけどね。嫌いにならないでブロックはやめてね。Love forever。はい。どうすっかな。ストレス、コミュ力。実況、ゲーム行くか。じゃあ俺をモデレーターとしてガンガン消していくんで。何のゲームするの？お前が聞くな。消しとこう。商店ちゃんがネット始めたての頃、ギリギリ存在してたオーパーツ。ありきたりだから、うるせえ。フラッシュゲーム。あー、懐かしいな。フラッシュゲームって今もういなくなったんじゃないの？できんくなった気がするな。ゲーム下手そう。まあ、下手は多分間違いないと思う。俺もそう思う。お前が楽しければ何でもいい。おいやい。おい。さすがやな。あ、昔すぎてもう終了して遊べないみたい。そうだよね。無理だよね。結構前にフラッシュ終了しましたみたいな。ゲームやっとらへんやけ。ネットの老人にこびる。ネット老人にこびるな。うん。まあね。女の子に嫌そうなコメントする君は人生下手そう。泣かないで。煽り散らかされてるよ。恋人に振られた時、財布を落とした時、思い出のフラッシュゲームに。はい。罰ゲーム配信大失敗。それでは今日はこれにて焦点。ダメダメエンジェル。焦点ちゃんが出所って噂が流れてるけど、マジ配信とかでまずは勉強しちゃうとか、お前で好きなんだって言ってしまって、なんかそう。中卒、まあ、配信。今の時勢はね、大丈夫感割とあるっちゃあるけど、まあ結構厳しいやろうな。どうなの？なんか才能とかはね、なんか得意なんがあればいいんやが、ありえないと思うけど、浮気したら。あ、もしかいた！最高。僕100万人、100万人をお宅に殴られたら終わりなんだから、これからも一気に追い上げていきたい。おー。マジかー、そういう感じ。ゲームしたい、ゲームしたい、ゲームしたい。もう今日は絶対ゲームがやらない。一緒にゲームで遊んでくれない頃まで。じゃあ、しょうがない。ゲームしましょう。それで良いか。好感度ちょっと上がりすぎたよな。
早めに起きれました。褒めてください。最高最高。ピエ、どうすっかな。くす、ちょっと夜の配信逃しちゃう。結局さ、これ薬を頂点茶検索、頂点茶の何が面白いのかわからん俺っていたん。お、これ何だっけ、ドリキャス、ドリキャス、ドリキャスだっけ、桜大戦とかがあるやつです。え、無視してない、無視してないけど。ちょっと。え。俺ブロック無視した？してないやろ。もう一回チャンス。あ、好感度が高すぎるから、インターネットデーモン。OK。すべての希望が失われた先にあるものが、それが自由。あれ、それアイドルの動画を見ていたら、なぜだかみんな棒アイスを舐めてるんだよな。一体なんで棒アイスを舐めたらオタクは喜ぶんだろう。私わかんないな。棒アイスだけ。次は棒アイスをレビューする動画。ああ、なるほどね。エッチな配信、とっても長くて太いアイスを食べしょうもな。でもやっぱりそういうの好きな人は結構いるんやろな。途中でギブアップ、ギブアップするのって、うん、するって分かってるのに、辛いだ、辛い、辛い、最高。最高じゃねえ、間違えた。ピエ、ちょっとどんどん返事していくから、ちょこう、むっちゃ大切にしていくわ、返事をね。依存度を下げていこう、ここから。インターネット、情報をね、移行させていく。動画見すぎて遅刻した。ちょうどちゃんの謝罪。これありがたいね。ふん、ちょうどちゃんまあまあやるようだな、褒めて。まあまあついてね。ちょうどちゃんあんまりインターネット老人会にこびるの。お前また言うとんな。何でも絶賛されるような理由。だってそれは大して拡散流行してないから、アンチまで届いてない。つまりアンチがいるのは、その分ファンもいるでしょうか。うん、まあそうね。それよく聞くよね。だからアンチが出てきても、見え見たら怒らず、それを許せるくらい考えになれるわけに。ダクロスイが自分を棚に上げて偉そうにしやがって言ってるし。アンチのやつと戦う。あ、いいね、アンチと戦う？いいね。じゃ、これ。頂点ちゃんのイラスト描いてもらえるように DM でこう言いまくっとこう。イラストレーターさん。少しの成功で起こるね。これからここからが踏ん張りできない。こういうことを言ってくれる人が、やっぱり、ね、こういう人を大切にした方がいいんやろね。最高、最高でいこう。Love for everyone。ありえないと思うけど、浮気したらもちろん殺す。無事死亡。いや、じゃあこれ浮気したことになるのか。これぐらいのね。ねえ。まあわかんねえ。配信。アンチと戦う。アンチと戦う。ストレスガーンってなる。好感度めっちゃ下がるけど。やめろ。行くしかねえな。いやー。これはできればしたくなかった。したくなかった。このチャンネル登録している人の層は、エロー、
とオカルトとゲームとこれなくなってんね。まあ、ゲームは多分いいやるけど、あんまり。そう、無言や今。食が始まって食。食が。アイス私も好き。カニコーリー。いやー、マジでこういうの好きな人結構いるよな。俺ちょっと、すごい苦手なんやけどね。俺のアイス。こういうのは多分笑っちゃうけど、ね、すごい見るのは苦手やな。人がなんか、本当にありがとう。いいよ。これ以上他のファン増えてほしくない。顔面強。焦点萌え萌え。え、でも、わからんでもないけど気持ちいい。俺、そもそもその人がなんか食べてんのを、美味しそうに食べてるのは、もう見るのは好きなんやけど、その、全体を見るのが好きなんだって、その、微妙よね。俺は苦手やな。なんかアイス、まあ、結構食べてるのあると思うんやけど、といういやー、え、11万人増えた。あれ、え、なんで、どういうこと？これ何？コンティニュー。ちょ、もう一回やらして、ちょ、もう一回やらしてもらって。今俺は全然、おしゃべりに夢中で、何も見てなかったね。ちょ、じゃあ、ま、とりあえず。そうね。杞憂だよ、杞憂。ピエン。好感度が高すぎるんやろな、多分。インターネット行こう。そうだね。ラブフォーエバー。必ずそうとも限らへんけどね、多分。市民も気持ち感じない。おい、夕食はできました。リビングに集合しろ。あったな、なんか、まとめて見たことある。ラブフォーエバー。ありえないと思うけど、脇下もちろん、この最高。ピノ最高は変わる。ごめん。それな。これ、相手がスタンプ返してきたらもう相手満足。もういいのかな？ラブホイバー。おいラブ。おいラブでいこう。お、いいのかな？よくわからんな、ちょっと。帰ってこんくなったからこれで OK っていう感じでいいかな。認識としては。ちょっと依存度、好感度、好感度を下げるやつとかが結構あれば。たまに頂点ちゃんの部屋の隅とかに薬のシート落ちてるよ。シートって言い方がさ、この人もやっぱり知ってるよね。みんながついて全部見てるからね、見てるからねって一度言ってみたかったアイドルみたい。バカアホになっちゃうから。アンチは言うとしてるけどね。強烈なアンチ見ちゃった、このやつは。あ、無視した方がいいって分かっていない。ブロックして落ちていい。ごめん。超てんちゃんの気持ち。そして、ごめんからのオイラブ。これか？大丈夫？これ、ここを見ながらメッセージ送った方がいいのかな？
好感度ちょっと下げていくか。リボ払いっていう魔法で好きなもの何でも買えちゃうらしい。すごくね。早速やってみよう。最高か。毎月一定額で、毎月一定額支払うだけでこんな高いものが買えちゃうんですか。最高、おい最高。配信、あれアイスのやつ、あ前アイスのやつだっけ、アンチと戦ってみた。ちょうどちょっとアイスなくなっちゃった。あれなんか飲んでたけど、薬じゃないのあれ。ブロン、たまに苦しくなっちゃうこともあるから。どうしたん、話聞くよ。お前バカ野郎。カワちゃん行くか。カワちゃんを追放。どうしたん、もうどうしたん、ここでもうチャラしとか大丈夫や。頂点ちゃんも悪いんじゃない、いっそういう人もいるよね。こうなんか片方だけが悪いんじゃなくて、お互いに火があって、それを直していくことで、お互いより高められるというか、ね、解決するようにもう落ち目だな。いやー、祝ってる女いいよね。あー、なんとも言えない。すぐ被害者ぶる。これはキス。話聞こうか。ちょっと、俺の知り合いでもいたな、この人。よし、あげよう。話聞こうか。こういうこと言うと、スパチャ集まるんだろう。カワちゃんを打つ。マイナスプラスで調整しよう。カワちゃんか。そうだね、かまってくれてありがとう。目がちょっとやばい。見ても私の本心だってわからない。放っておいてね。突き放すスタイル。気をなさせて消えますね、焦点。ショーで大丈夫、これは。化粧して加工と化粧なしなら絶対ブスブスの合格してブスの合格。あ、大丈夫か、 LINE 見んの忘れた。フォロワー数が10万人に到達。ここから先は私の未知の領域に行く。そうだね、次の記念配信は感謝の気持ちをインターネットに配信する。最高。たださ、もう20日になるか。目が目つく表情がある。完全に決まってるよね。ストレスをなんとかした方がいいな。ビクってなった。最近ちょっと忙しくなってきちゃった。もしかしたら配信の頻度落ちちゃうかも。それは遊びとかサボってるとかじゃなくて。スパチャしたのに名前呼ばれてないんだけど。ごめん。頂点ちゃんがつぶやいてくれるたびにハニャーってなっちゃうよ。交換の100になったけど大丈夫。え、何これ。あ、ラブホテルか。いなくなったんやか。あら、ちょっと愛情の過剰摂取は耐えきれませんでした。マジ、そういう感じ、そういう感じか。バランスが大切だよね。学びました。学んでいくスタイル。まあ行こうか。どうすかな。好感度下げたいんやが、好感度上がるもんね。上がっちゃうよね。いやでも好感度上がっちゃうからな。まいったな。闇度ストレス、好感度下がるな。エゴサとかはなに、好感度下がるの。
はい。一五一。ああ。最近のピザで構ってくれないから、だやけど、とばさりしていて、めっちゃやりもっかわるおっさん来たけど、いい飯だけ奢ってもらって逃げ切れた。ブス。ブスかける100。OK。以上、LINE だけしとくね。LINE じゃない、字ね。ジャインか。ちょっと依存がさ、やっぱり、高すぎるとまずいね。ゼル番は、いいね。なんかさ、固定のこう、挨拶みたいな。何これ、ね、これ。読めねえのか。シップ時代行こう。立派な天使。ガラシャシャン！スイッチか。あ、スイッチやね、多分。なんかお茶とかさ。なんかいいハートとか。送れるんやね、多分。顔が良すぎる。おるけどなぁ、まぁ、あ。ただまっ。おぉ。おぉ、すげえすげえすげえ。何今の。え？はい。みんなを助けるなんて、奇弁できぜんだけど、それでも誰かは救われるなら、それなら私も降臨した甲斐があるっても。顔がいい女の絵だよ。え？どういうこと？マスクを外せばみたいな感じ。そういうこと？私が笑顔でいれば、それで救われる誰かがいる。だから私は微笑みかけてあげる。画面に向こうのオタクたちにさ。どうなんやろね。20日経ったね。デビュー1ヶ月前、泣いても笑っても、あとどうか、力入れていくぞ、やるぞ、やるぞ。最高、最高、行こう、最高で行こう。どうすっかなぁ。俺、コミュニケーション。ストレス、好感度。傷だめ。なんだ俺、やるしかねえか。これでいい？商店ちゃんは全部いつも一人だから、たまにお休みの時もあるけど、応援してくれるみんなのことを思い出していつも頑張る。10年後も生きていける逸材って意外とお前みたいなやつなのかも。こういうの、こういうのね。こういうの、びっくりしよ、とにかくいろんなストレスで潰れちゃう。大的に言えば、奇襲オタクたちのピュアピュアな言葉を選んだリプライとかだけど。ちょっとだけ休むね、ちょっとだけ。え？ちょっと病んでる？配信始めた瞬間にクソでかい声で死にたいって叫んでる。ごめん。何も返せねえよ。え？はい。アメちゃんは最高、最高。あ、帰ってきたもしかして。これ置いたままでいいのかな？こっち記録で、記録スルーの状態にしとけば多分大丈夫。魔法の煙。闇度上がってんやんか。いやー。明日になる。本当は多分今するべきじゃないんやろ。配信の時にこの上がった状態でみたいな感じだよね。寝たいって言ったよな。夜まで寝てもらって大丈夫。ちょっと寝たから大丈夫なんじゃない。病んでるよね。ちゃっかりしっかりお上手にアイドル。最高。配信か。闇の方向で行ってしまってるよな。どうすっか。雰囲気違う。なんか雰囲気違う。疲れてる。無職43の俺より強くない。まあでも一時的に休んでるとかやめてるって話だったら別にあるっちゃあるよね。え、
とだけお休みするね。もっと追い詰めたい。壊れないで。分かった、すの。旧式に薄場所。いいな。いいよな、こういうこと。次いつか、次いつ会えるか分からないけど、今度は元気ない顔を見せられると。旧式に薄場所。読まねえ。読まん、どうせするのだろう。与えるの、これでいこう。この金で、これしよう。あ、気づけば、こう銀の盾があるな。はい、顔がいい。本物の天使。コメント。また会えるよね。うん、必ずまた会える。だからいいこと待っててね。浮気はダメだよ。この金でいいもん食べろ。う、お宅の中にも優しい人がいるんだね。スパチャ2円。まあでも2円でもありがたいよね。半分は多分取られるんやと思うけど。1円。それが1億人。お、17万8000人。およよよよ。およよ。みんなが狂った天ちゃん、超天ちゃんを見て笑い物にしてるんだ。所詮私はインターネットエンジェルじゃなくてピエロ。なんでなんでなんで、超天ちゃんどこを間違えた。よければ超天さんとお話ししてみたい。ちー、ここか、お前。お前な。お前、そういう魂胆やろ。わからない。何もわからなくなってきた。頭痛い。負けない。あと30日。あ、違う、10。え?ねえ、ねえ、ピカ切ってみてよ。ほら、あいぬしないで。は?何?これ腕切るってこと?ああ、ああ!はい!切るたびに脳内麻薬がぐんぐん分泌されるのが分かる。これハマっちゃいますわ。配信で人集めるより簡単にアドレナリン出るんだもん。報酬系くるくるくる。大丈夫、見た目は痛々しいけど傷はなんともない。ダークネス、ダークネス、あーうざった。あーでもすいやち病んでるな。闇度が上がりすぎてしまったんか。ちょっと邪魔に取りとけ。ちょっと。どうすっかなぁ。勝手に配信。あれ女の子でさ、どうしても。何これ、いつか、何これ、何やこれ。大丈夫、今回だけで、一回はしょうがない。え、闇版スクショ。辛くて辛くて仕方がないときはちゃんと下に助けを求め、それは弱さじゃなくて勇気。と言っても対応がだるいから、商店ちゃんには DM 送れないな。それが言えたらいいよね。ラインチェック。ピエ。最高。これ何を言って、何を言っても顔が、もうどうしようもない。闇度が上がりすぎたよな。ちょっと下げるか。ちょっと下がるかな。ピ、見てみて。商店ちゃんのホラー数がね、ガラララララ、じゃあ25万人になりました。マチマチマチ最高。え、こんなもんよ。社員の内容はまあ普通やが、見た目がちょっとどうすっかな。ストレス、闇度下げたいんやな。闇度って下がらんのか。自己肯定感が上がってる。これはお薬以上の快楽。ここまで数字が起きたのしということで、次は特別に薬としちゃうか。マジか。こういう感じ。ゴールはないんか。闇度もうむちゃくちゃ。闇度下がるやつねえのかな。
ダーはいいよね。ちょっと下がってんな。ちょ、混ぜて飲むってこと？多分あかんと思うよ。くっすり眠る。出ますね。やべえ、でも無茶が取れん。やべえ、でも1下がる。飲んだ方がいいよ。闇の下がるやつねえのかな。全国チームストレスフォロワー、あ、そういうこと。ああ、事前にこうそういうふうにした方がいいのか。あ、そういうことね。もう魅力無視だ。いや、でもさ、やむ前にもうやんでたんやけど、よかったね。もう一回行くか。もう一回。いや、これちょっとやべえよな。ピドク無視って俺だって好感度めっちゃ下がってるやん。マジ？新しい子、お出かけで発見があるといいね。秋葉原行く？オタクが帰宅。秋葉原でパソコンのパーツいっぱい買ってきた。これで次の配信からツーツースピック。最高。秋葉原楽しかった。秋葉ってさ、男性みんなオタクなのに対して、女性はコンカフェ嬢とか地下アイドルが多いから美少女ばっかりなんだよね。最高。オッケー、ゲーム実況行くか。夜まで寝るとかねえのかな。出会い中の男配信者から今度ライブ一緒行こうって DM 来て100万円くるようになる。ピエン。無事死亡。梅ちゃんが死ぬまでは生きてね。オッケー。返事だけはいいな。それな。ごめん。いいよ、OK。もうそろそろ返して、もうそろそろ既読無視でいいんやが。どうしたらいいの？ OK。終わり、そろそろ OK。すっかなぁ。あ、夜の配信チャンス逃しちゃう。ストレス。夜逃しちゃう。マジか。え、何夜逃しちゃう。俺じゃ何したらいい。魔法の切手ってこれ何これ。闇と96ってむちゃくちゃなってるやん。はえー。闇の、一回一振り。闇が無茶上がってるし。やっぱそう、適量超えると夜伸ばしちゃうんか。食わせた方がいいやろな、本当は。ちょっと厳しいなぁ。さすがにきついわ。もう22日も一緒にやっていくからなぁ。夜の配信逃しちゃうけど、何したって配信逃がる？そっか、じゃあ、薬を、普通に寝た方がいいや。普通に寝た方がよくない？闇度87、ストレス65。普通に寝た方がいいや。赤かな。
どうしどうすっかな。新しいツイートが、ちょっと休みしたってごめん。もう落ち着いてきたからそろそろ復帰するよ。心配してくれてありがとう。大好き。頂点ちゃんみたいなしっかり発信の役のある人が、まさかの配線ビューってどうするの？むちゃくちゃだったな。見てみて、すごく。ここじゃねえな。こんなに大量のオタクたちを従えているなら、トップ配信者への扉も目の前。オタク、確かお金すごい落とすからね。そしてオタクたちは全員私のことが好き。どんどん読みが増えて、最高の感情、最高。厳しいなぁ。ちょっと、もっと休みたいけど、毎日支配されてないと不安で死にそうになる。彼氏がいるけど、それだけじゃちょっと足りんみたいなね。承認欲求。ラブフォーエバー、最近使ってなかったらラブフォーエバー使っていくか。帰ってこない。デイ23。いやいやしててスマホ投げたら割れちゃった。ラブフォーエバー。ラブ。挙動がやばいもんな。ただ、これ多分。やばいっしょ、これ多分。迫力、やっぱ、でもな。行くか。これ画面チカチカするから気をつけて。魔法抜きって言ってそういうことか。サイケデリック実績力解除しました。神経か。全部わかった。全部この世界って本物じゃなくて競争ゲームみたいな世界。私の行動は全て観察されていて、全ては数値化されていた。ちょっとやめえな。P もしかして私からの通知を見るとして今送ったけど送ってないじゃん。Love forever. 好き。OK。ちょっと音がこもってる。これはバグなんやろうけどな。行く？あ、なった。俺は25万に見えたい。すごー。お薬の話。そうね、精神的に病んでるから、精神的な薬が。両方よりは、まあ持っていただいてね。ってことやな。薬よりも、よしって見つけたってことだね。はい、焦点、お疲れ。私まだまだ未熟だから、これからもたまに壊れたりすることもあるかもしれないけど、今日の幸せな気持ちを忘れなければどうにかなる気がする。はい、見ます。 OK。 挨拶ラブフォーエバー。帰ってこねえんだな。ラブ。その目がうつろなんで、いるだけで強すぎに、またとえ誰に何言われても絶対ネガティブ。ラブフォーエバー。大好き。こうしてやってラメちゃんの惨めさを眺めるのが好きだ。おピエンピエン。ラブフォーエバー。大丈夫？おしよ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 し。とりあえずこれでなんとか。適当すぎ。最高。なんとか。これもういい、いいんやけど。ちょっととりあえず。どうしたらいい？
下か。無限に返事が。よし、ちょっと、はい。はい、これ一旦切って。ストレス。ストレス。闇度も上がってっからなぁ。どうすっかなぁ。あ、でもこれで闇度結構下がるのか。朝まで。でも多分闇度って多分正直上げた方がいいな。多分ね。あ、闇度めっちゃ下がるやん。あ、そうか、上げた方がいいんか。スパチャもいっぱいもらえたね。少しくらいは自分のために使ってもいいよね。今夜は好きなものいっぱい買いに行こう。最近ちょっと忙しくなってしまった。もしかしたら配信の日に減っちゃうかも。でもそれ遊んでるとかサボってるとかじゃなくて、企画のために準備してると。まだ調子乗ってるけど、芸能界から見たら底辺もいいところよ。辛辣でくそ。もう背以外のこと、どうでもよくなってきちゃった。いろんな道具買ったし、一緒飽きないかも。ピよりも背の方が好きになったらどうしよう。叩かれるのは有名人だから仕方ない。君の意見マジでムカつく。どう考えても叩く方が悪い。あんちゃん全員しなさい。しろ、ラブフォーエバー。OK。いや、もう、そろそろいよいよって感じだな。ちょっと。いやー。陰謀論行くしかないな。闇度むっちゃ上がるんやわ。アンチと戦ってみた。いやー、でも未来からの書き込み。マイクロチップにご用心。いや、でもさ、あー、これさ、陰謀論とかそういう系のようにしてるから、闇度上がってくるってこと？そういうことか。俺もチップ埋めたよ。ここは別に消さなくてもいい気がする。ディストピア、うん、そうだね。闇道ラミドね。どうなんやろな。助けて、今私の腕に埋め込まれたチップによって体が勝手にツイートしちゃってますわ。私にリプライ返して今年の流行語大賞を招待したよ。チップなんか埋め込まれてなくても私の意思が私のものって保証はないんだよね。完全に、いっちゃってますね。最高。いや、闇度はラブってきたら、ラブって会社なんで、会社はしゃあないもんな。もっとラブをって、これありったけのラブを送るよ。うるさいねえ、本当に私のこと好き。あれラブフォーエバー。どう？え？今一瞬打てそうやったんやけど、文字。すぐ押せってことか。ああ、なるほどね。土下座の自撮り。最高。ラブフォーエバー。OK。とりあえず。しまった。あ、やばいやばい。どうすかな。闇度上がりすぎてんだけど、現実への適応、現実全然適応してないもんな。出会い？闇度100。ゴリラ。
好感度を下げるのはこれで、闇を下げるのはこれ、好感度マックス。なるほどね。好感度を下げて、好感度に触れない方がいいか。SNS か。永遠ってあるのかな、ないから美しいのかな。頂点ちゃんはあたちの永遠になれるかな。いつまでも私のことを考えていて、そしたらずっとそばにいてあげる。なんかなんかな。どうしたもんかな。闇のカンストしそうなんやか。喫茶店でデカフェで、頼むとカフェイン控えめのコーヒーが出てくるらしい。ああ、そっか。D にカフェインね。これ返さ、これ返さんでいいかな。真面目に聞いてないな、最高。ラブフォーエバー。OK。闇度が上がりすぎてんだよ。好感度も上がってしな。どうすか。夜まで寝る。ちょっと寝てもらって。闇度これ100にしていいのかな。私最近目を開けたまま寝てるっぽい。たまに閉じに来て寝たんだよ。ラブフォーエバー。このくだり、毎回、やっとるな。目指せ神、ゲームかな。雑だな。ストレス。いやー。なんかハルマゲードとかいろいろ、ああ、そういうことか。ボーナスつくんか。はあ。闇度下がるやつあったらいいんやけどね。闇度。下がらんでもいっちゃいいのか。歌ってみて。どんなこと書いたの？あまり、まあまあ、うん。あえてね。まあ悪くない終わり方ではある気がする。あ、今夜思い出して絶対寝れない。アイネコの手術代が足りません。これアイネコって読むかな。愛犬アイネコ。そうやね。頂点ちゃんどうか寄付か拡散をして助けに。これはこれなんか拡散とかできんのかな。押すか。ラブフォーエバー、一日ワンラブフォーエバーで行こう。 OK、 おやすみ。こんなくたびれた天使がどこにいる。今日の私はもうインターネットエンジェルじゃなくてインターネットでのラブフォーエバー。最高か。これミスやな。ラブフォーエバー。よし、とりあえず。日記とかあるんや。ピと同棲生活を始めてから数週間が経った配信も行われてきたし、結構楽しい日が続いたな。右も左も分からないところから比べたら随分成長した気がする。以下略。よし、今日はピの好きなデザートでも買ってきたいよ。ピのクレカで。体験記。
幻覚が見えて怪しい手紙、怪しい紙をもらったので早速舐めてみることにする。10分くらいになんとなく視界が揺らぎ始めた。ああ、これさっきあれか。ああ、参ったな。参ってしまっただこれは。どうすりゃいい。好感度下げっか。闇度むっちゃ上がるが、しょうがないよ、ね、ゴリラじゃない、カメラと出会ってきてもらってる。しょうがねえわ。昨日寝ているピノカを勝手に撮影したんだけど、間違えて頂点赤に上げそうになって焦った。ラブフォーエバー。オッケー、じゃあ行こう。あまりストレスフリーな感じのやつがいいなって。あん、ちょっと戦ってみた。行く？これって俺消さん方がいいのか。あんちゃん構ってほしいだけ。かわいいか。これでいく？これでよかったのかな。ストレス爆発しとるかな。自動電車が痛すぎ、今は悪魔が微笑む時代だ。どっちもどっちも痛いな。 LINE 大丈夫よ今日は。 OK 最高。表情がやばいな。これ無理じゃない？すらいい。あ、ちょっと数値見てなかった。てんてんてん。てんてんてん。あ、ラインが来てない。大丈夫か？分からへんけど。どうすりゃいい。闇度も上がる。はてな。ストレス。ゲーム下手くそのままやな、ちょっと。コミュ力。トークでいくか。オタクトーク。いやー。触れてないもんな、しっかり。つまりは、ちょっと100万人はいかなさそうやね。ここら辺で、普通のコメントと気持ち悪みの一つ。私、ジョージだよ。コラボさせるとか別に嫌じゃないんだけど、ついつい平日するの忘れちゃうんだよね。そして相手はめっちゃ怒ってたりして、切るの難しい。最高。ああ、全然注目されてないね。所詮こんなもんか。まあそうだね。なんだか不足な夢見ちゃった。現実はいつだって残酷みたい。他人のせいにした。どういうこと？明日に進む。どういうこと？
最高スタートお願いします。死ねた発見の予感、闇で100、行くしかないんか。アカシックレコードに接続してすべて分かった。陰謀論の真に触れた。ちょっと待って、なんか音が緊急。よ、横は気持ちよすぎて特になれないから、アメちゃんを起こしに来て。ナウスワイパー OK。 なんか音が行くか。闇道超加速やるしかねえ。みんな、アカシックレコードを知ってるかな？知らない。なんかアカシックレコードって、前だかな？これまでとこれからの歴史が全部書かれてるやつだっけ？あ、そう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 。すべてが記録されてる。触れちゃった。シンジに、もう目が、ナルトの、誰やろ、トビやったっけ？違う、マダラか。マダラの名してんもんね。いや、マダラじゃないわ。世界が終わるまで。頂点ちゃん。頂点。もうしょうがねえ。もう。これ以上話すことはなんもない。だってあとはもう終点へ向かっていくだけ。頭の奥で電子音がする。え、なあそれ。マジか、ちょっと厳しいな。いやー、これきついなー。はい、コメントは読みません。マジ覚えて実況してみたいけど、C 中要素で迷ってる。今度教えてね。ワンプレイごとにフォルダ見ていける感じなのか。赤転生とかもあるよね。どういうこと？あ、一泊とか。これ、いや、きついな。気づいたらもう2時間ぐらいやってるね。もう LINE 二度と見ない。ラブラブ。記憶ついとるわ。はい。最高。ラブフォーエバー。行こう。いやー、どうしたもんかなー。シルバンは、俺もこの業界、この世界で俺は頑張っていくしかないんか。俺はってか、こいつは、こいつって言っちゃった。エロからオカルトに。
あ、陰謀論か。エロから陰謀論。頂点ちゃん？心理が怖い。もうそっち系で行くしかないんか俺は。マジで好き商店。もうわかんねえ。ラブ。いやもう全然フォロワー数が50万を超えて、ここまで来たらもう100万人まで。いけんでしょ、これ。2日でしょうか。長げえな。レイン。闇と交換ストレスちょっと高すぎるよな。よっしゃ。いやー、もうしょうがないよ。もう記念配信ばっかしてんな。ちょっと食事内で行くか。最初からぶっ壊れに行った方が良かったんかな。そういうこと。マジか。きついな、それは。30日目だよ。長かったね。1ヶ月にしたら頑張ったんじゃない。そしてどういうこと。新しいツイート、フォローが増えても私はダメなまま、みんな私のこと本当に愛してくれるのか不安なまま、みんな数字だけ見てる気がする。お前が一番見とろうが。本当に私誰も知らない。大丈夫だよ、心配してくれてありがとう。え？え？深夜って誰？